はいえー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますでこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをするという内容になっていますで具体的なジャンルとしてはビジネス書とか、まあ、心理学メンタルについての本をご紹介することが多いですでその他にもあのいくつかジャンルをご紹介していますのでチャンネルページから再生リストを見ていただければというふうに思いますでチャンネル登録とグッドボタンの方あのぜひぜひよろしくお願いいたします で今日はですねこちらの「一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書」というタイトルの本をご紹介したいと思いますでこの本はですね、えーとまあ、ポイントはもう一点ですで従来の世界史の教科書っていうのが、まあ、地域とか年代とかが目まぐるしく変わりながら書かれているんだけれども、まあ、この本ではそれが整理されていると、まあ、それが本書の、まあ、一番大きな特徴ですでちなみに内容の中で年号っていうのも基本的に出てきません 端末にその主要なイベントの,、まああの発生した年度っていうのは書いてあるんですけれども基本的に文中にもう何年にこれがこれこれが起きたっていうのは書いてないと、まあ、それが大きな特徴の教科書ということになります、まあ、教科書というか、まあ、そういった本になりますでどういうことかっていうとですねちょっとあの図をお見せするんですけれども、えっと、実は、えっと、世界史で学ぶ内容っていうのは えともう非常にこう複雑な、えー、地域や年代のジャンプを伴った教え方になっているというのが、まあ、現状だそうです。で例えばこの本の中で言うとヨーロッパ中東インド中国とあとは、まあ、欧米、まあ、アメリカが入ってきて欧米というくくりや、えーまあ、大航海時代とかそういった時代があるんですけれども,もうこれらの地域とか年代っていうのをもうぐっちゃぐちゃにこう飛びながらもうたどりたどりもう しなががら、まあ、あの世界史のの教科書いいうう編纂されているそうですで私自身ももちろん高校時代に世界史をやったんですけどもやっぱり同じあの悩みというか難しさがあってあの格論では覚わるんですけれどもそのどこで何が起きたかっていうのがこう有機的につながっていないなという感じがまさにしていたんですよね。でそれに対してこの本では、えー、とまず最初にその人類の出現とか文明の誕生っていうところを軽く説明した後にヨーロッパはヨーロッパでずっと説明をすると。 でえーとまあ、ギリシャから、えー、ローマにかけて、まあ、どういった国々が起きてきたか、まあ、そういったところをまあ最初に説明をしてで次に中東ですねで次にインドで次に中国ということでそのこの4地域についてまずは、えー、と1地域に絞ってずっと、えー、時系列で理解をしていくとでそれをこの4地域それぞれやった後にちょっと一旦大航海時代でまとめると。 でその後、まあアメリカも出現してきますので欧米というくくりと中東とインドを一括りにしてで最後中国というくくりで、えー、説明をしてまあ今のまあ世界、えー、まあ世界大戦以降の、えー、まあ近代史というんですかねまあそういったものについては簡単に説明すると、まあ、こういうい内容になってまますで、えーとまあここまで聞いてですねやはりあの世界史に興味がある方っていうのは、まあ、非常に納得というか賛同いただけるんじゃないかなというふうに思います。 や,やっぱりあの各地域がまとまってますのでその地域で起きていた、えーまあ、その歴史の動きみたいなものがですねよりこう腑に落ちやすいというか、まあ、理解しやすい非常に素晴らしい内容だなというふうに思いました。 でえーとまあ、実は私自身その世界史とか日本史とかあんまり得意じゃなくてですねこの場でまあ格論のどこがどうだということをまあ説明するような立場にもないですしちょっと知識もないので、まあ、それは割愛するんですけれども、あのーまあ、この教科書、まあ、この本がやろうとしたことっていうのはまあ今の説明で十分伝わるんじゃないかなというふうに思います。 でえーとまあ、350ページぐらいの本なんですけれどもあのもちろん普通の、まあ、高校の時に教科書として習うような、まあ、読み物よりも、まあ、非常に軽く読めますもちろん350ページあるのであのさっと読めるというにはちょっと、まあ、言い過ぎかもしれませんけれどもやっぱり世界史というのを概念として、まあ、全体的に理解する例では非常に素晴らしい本なんじゃないかなというふうに思います、はい、でちなみにこの著者の、えー、と山崎敬一さんという方はですね これムンディ先生こと山崎一ってて書いてあるんですけどちょっと調べたんですけど YouTuber をやられてるそうでこの本の中にも書いてあるんですけども、まあ、YouTube でえっとこういった内容っていうのをえまあ説明している方だそうです。でちょっとこの「山崎さん」っていう本名で調べると出てこないんですけれども「えー、とムンディなんとか」っていうまあチャンネル名で確かあのチャンネルを運営されてたと思います。 ヒストリアムンディですね。まあそういう、えー、と YouTuber のチャンネルを持ってらっしゃるので、あのー、もし世界新興味がある方はですね、そちらのチャンネルも覗かれてみると面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、今日は以上です。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。